五郎八姫像、五郎八姫漢文元年5月8日は、徳川家康の六尾、松平忠てるの正室。伊達政宗の長女。母は、正室の愛姫。出家後の因号は、天輪院。越後高田城三重屋天輪院玉屋文禄3年6月16日、京都の樹落大屋敷にて生まれた。政宗と正室の愛姫との間に、結婚15年目にして、 初めて授かった、待望の着出師であり、当然夫妻は、伊達てけ後継者となる、男児誕生を熱望していたであろうが、生まれたのは女児だった。このため、男子名である五郎八しか考えていなかった正宗が、そのまま、五郎八姫と命名したと言われている。五郎八姫は、樹落代から伏見、大阪と各地を転々としたが、慶長4年1月20日に有力大名との関係を、 深めようとする、徳川家康の作望の一つとして、家康のむつを松平忠てると婚約することとなる。慶長8年には、伏見から江戸に移り、慶長11年12月24日に忠てると結婚した。忠てるとの仲は陸まじかったが、子供は生まれなかったと言われている。現那2年、忠てるが改役される取縁され、父の正宗の元に戻り、以後は、 仙台で暮らし、仙台城、本丸西館に住んだことから西館殿とも呼ばれた、漢文元年5月8日、死去、去年68、墓所は松島の天となり院。ありがとうございます。